続いてはポッドキャストでも配信しています大竹メインディッシュ本日のお客様は明治大学政治経済学部専任講師人口学者の鎌田健二さんですようこそいらっしゃいませよろしくお願いしますはい、明治大学の鎌田です鎌田さんは、はい、今年の2月国会で開かれた自民党議員の会合に参加なさいました 怒られてしまいましたたたなんで怒らられちゃっっ本当のこと言かだよいやいやそういうことではないんですけどももともとは未婚化についてご説明するということでお呼ばれいただいたんですけどもちょうど一元の少子化対策の取りまとめもありましてそういった少子化に関する政策効果についても取りまとめてお持ちいたしました。その時に 当時、児童手当拡充というのをすごい議論されていたんですけれども経済支援というのは今までの少子化政策の政策効果の分析では出生改善の効果が見えづらい効果というのが基本的に常識的に語られていましたのでそれをご紹介したということで私の主張ではなくてそういう研究がありますということをご説明したと。あと思ったんだよね 蒲田って KY だよっって選挙前にさ <laughs> ってあの,小金ばらまくっつの当たり前やんかって思ってるのに読んじゃったら本当のこと言っちゃったんで、うん、あいやまあ制作については聞かれてないのに喋ったっていうところが <laughs> <laughs> ありまして余計だったかなというふうにご自分なりには思いました、うんうん、どっちみち怒られちゃった、まあ、あのすごい、うん けんで怒られます。<laughs> <laughs> マジで。はい、ちょっと。<laughs> 学者さん呼んで怒るって、のはちょっと分かんない。よねコロナの時もそうだけど、<え>結論ありきなんだもん。いやいやじゃ、ちょっと待ってよ。でもさ、こういうね、会合に例えば、いろんな専門家呼ぶわけじゃん。うん、ね、それで専門家が見解を述べるわけじゃん。うん、で、き、聞いて違うんじゃないかとか、ねえ。 そういうことは言えてもさ怒るっていうのはちょっと、うん、あの見当違いだよなだって。いうか大体学者の先生ですごい人の顔色見てこう言わなきゃっていう人なんてちょっと偽物じゃん、うんうん、いやだから <laughs> それを怒るのが俺ちょっとなんか理不尽だなと思ってえー、っとそのまあ怒った方はどんなご意見をお持ちだったんですか あですから自民党のその時の政策案っていうのが児童、はい、手当をこう第三子に、はい、5万円配るというあの案で結局はまあ今3万円になってますけども割と5万円っていうのはあとその3子以上に足し加算っていうんですけど。うんうんうん するっていうのはまあ欧米では結構スタンダードですので別に悪いい政策でではないですね5万円ですとしかも18歳まで配りますと割と1,000万に近いお金配ることですから結構効果は大きいかもしれないというふうに思いましたがまあ私はあくまでこう科学的な研究成果をご紹介したというだけです。はい えこうそういうことはやってもいいけど根本的な効果ということにおいては <laughs> そこはちょっとずれてるんじゃないかっておっしゃったってことですね。うん、そうですねあの、うん、政策研究で言われてることはお金を配るってことはこう何に使ってもよいっていうことがありますのですでにいる子どもさんの教育に使ってもよいですしあとはまあ,そのまあいろいろこう自分、まあ、特に。 女性の労働ですよねに転嫁したりとかですねいろいろな効果がある中で見えづらいっていうことなんですね効果があるかもしれないけどそういったことがありますしそもそも何て言うんでしょう日本では割と結婚すると平均的に2人ぐらい子供を産むところまでは行くっていうところが半数以上あるので政策がなくても まあ結婚すれば子供が生まれるっていう効果があるのにプラス1っていうところがまあ難しいしかも最近は晩婚化してますのでこう身体的な要因でモテないっていう人もいる中でそういう人にお金配ってももうモテないよっていうふうな効果もまあ含まれるんじゃないかというふうに考えられます。あととと、まあ、ちょっとオーバーな言い方をすると3人埋めばお金が <laughs> 五万円で3万円みたいなことにも聞こえちゃいますよねそれはそうですねはいまああのやっぱりこう子供理想子供数っていう考え方ありまして、うんはい、理想的に何人欲しいかなって、うんうん、最近はまあ下がってきて2.2ぐらいに下がってきちゃってるんですけど、はいうん、一時はまあ3ぐらい近くあった時に。うんうん そうそれがまあなんで実現できないかっていうとやっぱりすでにいる子どもの教育費にお金がかかるとかですね、うん、そういったことが要因になっているので、うん、お金を配って、えー、どうとかいうよりもその教育費に関する手当っていうのを直接した方がいいんじゃないかと。 日本もの国が教育にかけるお金はえら少ないいしですね世界に比べても二十何番目って聞いてますけども直近の子ども未来戦略に関してはですね奨学金の拡充などメニュー自体は盛り込んでますのでそちらの高等教育への支援というのは拡充される方向ではあるんですけどもやはりそういった 子供をたくさん持つっていうことに対する不安っていうものがまあ払拭されないその具体的にいくらかかるっていうのもありますけど漠然とですねやっぱりその教育費プラス塾とかですね習い事のかお金もかかりますしその習い事をさせた時に誰が送り迎えするかっていう、えー、実際の,あの誰が行くのかっていう問題もありますので。 非常にこう複雑な問題ですねそうするとやっぱり3人もいるとうんよね <laughs> 全員に習い事させて曜日、うん、が違かったりしたら本当にどちらかがやめなきゃいけないとかですねそういったことも自。自分のこの先っていうのも不安なのに、はい、だったら子供産む気にならないよね。 絶対に国が助けてくれるっていうふうなのがあればまた気分も違ってくるような気がするんだけど <laughs> そうですねまあ,あの子どもを持つ時に国に助けてもらおうと思ってるかどうかはまた別としてですね、うん、やっぱりこう何かアクションをしようとした時に常にこう特にまあ女性にあの負担がかかる構造になってるっていうのは日本の構造でしたいですね。 男性の長時間労働もそうですけどもそういった構造っていうのがある中ではやっぱり難しいのかなっていうふうには考えられます鎌、えー、田さんのお考えでは、はい、政府のやり方は、はい、根本的にお金の、まあ、子ども支援は大事ですけどもそこだけではこの少子化問題は収まらないっていうふうにお考えっていうことですか それに関しましては政府が毎回少子化社会対策大綱であるとか今回の子ども未来戦略方針などちゃんとそういった文章を見れば最初に一番の問題は未婚化晩婚化である若者の雇用であるということはちゃんと書かれていてそういった問題意識に関しては政府も持っていると思います。なるほど ただ出てくるパッケージがまあ子育て支援中心でそこに一番お金がかかるってこととそのお金どうするのっていう話の負担の問題にすぐこう移っていきそれがまあ消費税なのか税社会保険なのかわからないですけども誰かの負担になるっていうふうな話にすぐ直結してしまうのでそ,うですねはいそこでやっぱりこうプラスマイナス相殺してしまう部分も ありますし議論とし、ててですすねこう堂々巡りりになってしままう、うん、と,ところがあつぶさんに見てますと、うん、本当に少子化の問題に対して、いろいろアプローチしてるのはアプローチしています、うん、政府も、はい。問題の認識も私とまあ同じですし、うん、あとはまあその、なんていうんでしょうね、こう難しいんですけど、やっぱりこう労働市場のこう柔軟化っていうのが、多分ポイントになるんじゃないかと思いますが、そこに、多分着手できないんじゃないかなというふうには思っています。うん あのもっと僕なんかが単純な言い方になっちゃいますけど、はい、やっぱり議員さんだからだから選挙のことも頭の隅にあったりして具体的にこうした方がっていうのが、まあ、その当落にも関係しているようにも思うんですが。うんそうですね 国会議員レベルででそこまで子育て支援がこう、まあ、子育て支援をこうずっとされてきた先生だったので、うん、まあその自負はあったのかなというふうに思いますけど子育て支援も知らなきゃいけないですけど子どもをつくるあの若,若い人たちの,、ねはい、あの仕事がさやっぱりちょっと安定してたりとか。 未来に不安があったら子供作ろう結婚して子供作ろうってならないで自分のことだけでカツカツってなっちゃうじゃないですか、はい、なんでやっぱり私なんか賃金を上げるっていうことなんじゃ,<え>じゃないかなと思うんですけど。はい、うん、その通りだとと思まますしあと、まあ 正規就業と非正規就業っていうのがありまして、はい、そこの断絶がすごく大きいです結婚、はい、結婚率未婚率とか結婚率に関しましては。うん、やっぱり正規就業の、うん、特に男性は割と結婚してますけども、うん、非正規就業の男性はもう6割から8割は結婚してないです。聞いたことあります、はい、あの婚活の話読んでて、ええ あのー、まず先に婚活する男の人を見つけるためにその前に正規で雇ってくれるところを探さないとって婚活に始まるにあたってって本読んだそうですねそ、はい、ういったものも女性についてもおそらくそういう傾向が少しあって男性はもうそこはくっきり出ているという形ですはいえっとおっしゃってることはまあもちろん子育て支援、うん、そこにもお金は必要だし、はいえー、教育にもお金は必要だだけども もっと言えば正規と非正規という社会の今区割りがあって、うんえー、そこの方たちの未婚率、うん、それはとっても大きくなってると,、はい、えーとどのくらい結婚しないっていうかできないんですかそこが。はいあのー 五十歳時未婚率という考え方がありまして。何。五十歳時点で未婚。五十歳未婚率。五十歳,歳時点未,未婚率。はい,は,いはい。はい。昔は障害未婚率と呼ば、呼ばれていた指標なんですけれども、うん、それで見ますと。二千二十年は男性で二十八パーセントが。五十歳時点で一回も結婚してない。三割弱ですね。女性で十八パーセントぐらいですので。うんうん これが結構最80年代ぐらいから急激に上がってきている部分がありますので、まあ未婚化、まあ50歳児未婚率はまあ非婚化と呼ばれますけれども、非婚化が進んでいるということになります。でも18%なの？女性は18%。あ、嘘でしょ。もっと多いかと思って、私の周り一人も。ええ、あの東京は <laughs> もっと多いかもしれません。なるほど。うんうん、えっと50歳未婚率がそれだけ上がっていると。はいはい それは正規非正規、まあ、給料の関係とのことがかかなり影響してるっているっう意味ですか、はい、それもおそらくありますし、うん、あのそもそもこう生まれた時に男性の方が5%ぐらい多く生まれるんですね。はいうん、でそれはまあ,あ,の未かあの前時代的な社会でしたら何らかの病気とかで亡くなっちゃうっていう場合もあったんですけど、うんうん、今は。うん まあ結構生存率が高いので、はい、まあその5%多いっていうことと、うん、あとまあ就学就職時に割と地域に移動するじゃないですか、うん、男性の方が都市部に移動してくるので、うん、地域によって本当に男性が女性よりも多い、うん、性,性比が高いっていうんですけども、うん、まあそういう地域が多いっていうことがあったり、うん、するとやっぱりこう結婚,結婚市場っていう考え方ありますけど男性と女性の数合わせでこうマッチングが進まないっていうか、うん、そういった要因もありますし、うん、あとまあ結婚 離婚も増えてますけども初めて結婚する人と再婚する人の組み合わせっていうのがやっぱり再婚男性は初めて結婚する初婚女性と結婚しやすいとかですねそういうふうなパターンがあったりとかいろんなこと言われてますけど本当のところは分かんないですが非正規・正規の未婚率の分布を見ればその傾向は間違いないのかなと思いまとでもその正規・非正規はですね まあ、国の方針があってですね、はいええー、正規の,あの雇用ちょっと悪い言葉ですけど雇用の調整弁的な扱いが増えていったと、はい、それがこのコロナとか、はい、そういうので余計門が狭くなってるっていうことも関係しますか、はい、おっしゃる通りですね特にやっぱり就職氷河期が、うん、あ,あった時代に、うん、やはりこう、うん 中高年、高齢層、うん、高齢層まで行かないですけど、うん、中高年の。就職氷河期の人って今、何十代になってる。る今四十代後半ぐらいの、第二次ベビーブーマー世代が当たるんですが。はい、あの時、うん、まあ、二千年代ぐらいですかね。九十、うん、年代、はい、あのバブル崩壊後ですから。うん、あの時に、やっぱり、新卒採用を抑えるって形で調整したんですね。うん、はい。はいうん、あの、いわゆる。 欧米みたいにレイオフで一、うん、回やめてもらうじゃなくて、うん、そうしますとその世代だけが割を食うってうことが、はい、しかもその規模の多いベジ、うん、第二次ベビーブーマー世代に直撃したってこともありまして、うん、その人たちが割と非正規で残っているってていいるうな分析もあります、うんうん、その世代はずっとそれが今日まで続いてきちゃった。 まあ全員じゃないですけども、うん、正規にてあの転職している人もい、うん、多いですけども、うん、割とそういった構造が、うん、まあずっと来てますし、うん、若い人は割と非正規が多い男性も結構多いです。というようなが日本の状況が分かってます、うんまあ、国の方は、まあ、選挙の関係もあって、えー、子育て支援の方を充実させればいいんじゃないかって言ってますけども鎌、うん、田先生はあそこもそうですけども最も大事なのはこの未婚率。 結婚しない人たちが結婚できない人たちが増えていることが、うん、とっても大きな問題だっておっしゃってますか？そうですね。あのするしないっていうのはやっぱり選択ができる時代にはなりましたけども。うんうん まあそれでも結婚したくてもできないっていう層がまあそ,れそれなりにいるんだろうというふうに思いますしその人たちに対するアンケートを取りますとやっぱり結婚資金が足りないとかですねそういった経済状況雇用安定っていうところをまあ第一に挙げる場合が多いですからまあもっと本質的にはあの出会いがないっていうのも大きい問題ではあるんですけどもあのそういった まあ諸々のですね自由な恋愛っていうものがあの一般化した社会だからこそまあ何なんなんかこうマッチングできない人たちが増えているってことがまあ,あります。ただあのー ここ5年ぐらいマッチングアプリとかすごく盛んになっていて、うん、マッチングアプリで結婚しましたっていう人はい、はい、それが結構ここ5年ぐらいは増えてますすごく、うんうん、なので恋愛結婚が少し下がってお見合い結婚っていうのはずっと下がり続けてるんですが、はい、インターネットとかで,で知り合って結婚するっていうパターンがですね、うんうん、少し増えてきているということですからこう今まではお見合いとかですねあとは職員結婚っていうんですが、うん、職場で出会って結婚するっていうパターンが、うんうん、まあ これまででいうか私の上の上世代ですね、60代70代とかは多かったと思いますけども、うん、そういったところから、まあ、ごっそりそういった紹介による結婚というのがごっそりなくなって、うん、自分で相手を見つけなきゃいけない、うん、そうすると出会いがないとかですね、うん、そういうことに直面するわけですけどもそういった点に関してまああの。 誰も紹介してくれないのでそのままずるずると結婚しないで3040となってしまうっていうパターンがあるんですがそこをマッチングアプリがつないでいる、うん、あとまああの自治体もですね結婚マッチングっていうことを始めもうここ10年ぐらいやってるところが多いですなんかまあデータによるとやっぱりこうちょっと高齢そう高齢部分というか30後半とかそういった人たちがまあ参加しているってなるとまあもともとまあ何てん 目的としていたまあ出生率で観点からするとちょっと弱いかなというふうなとこはありますか、ね、でも仲いいそのカップルを見て、はい、あ自分も誰か見つけたカップルになりたいと思う若い子がいるかもしれないしねそうですねそういった、うんあのま、効果もあるかもしれないですね。あととそうういいった自治体のマッチングですと必ずなんていうか、うんうんうん 講習会もついてて、うん、親親育てっていうんですかね、<laughs> そういった講習付きなので、うん、まあ今までは親とか親族がやっていた機能をまあ自治体が果たしたりとかですね、うん、している部分もあるということ先生の分析では、うんはい、どこに、どう力を入れれば、この問題はいい方向に動いていくっていうふうにお考えですか。 これは結構難しいんですけども、うん、私は、まあ、あの少子化対策をしっかりやるっていうことも必要で,、うんうん、で少子化対策が行っている保育であるとか育児休業っていうのは。うんうんうん その出生率に対しての効果は低いですけども、うん、女性の就業継続とか、うん、子どもを出産前後でですね、うん、そういった女性の就業に対しては非常によく効いてるというふうに考えますのでもともとの政策が志している目的に関してはうまくいっているというふうに評価しています、うん、ただまあ出生力って感じになると少し弱いかなというところがありますのでその少子化対策のパッケージっていうものと実際に出生率が上がる条件っていうのはやっぱりちょっと。 違う部分があったりすするのででそこはねやっぱり結婚したい人ができる条件というかそういった若者の働き方であったり雇用状態であったり所得の水準というものが上がるということとその若者がですね望んでいるライフコースというものがちゃんと実現できているのかと何かこう何かこう阻害要因があって甘んじて苦しい思いをしているんじゃないかというところを政府は間接的に支援していくしかないと。 やらなきゃだめですよね、はい、あの明石が少しその人が呼び込んだりとか、できたじゃないですか、はい、子供もむ人増えたりか、はい、あれもやるって決めて動いたからで、やらなななかかっったたんともなんてなかったんですねです、はいはい、自治体レベルではそういうブランディング効果ってありまして、流山市もそうですし、あと愛知県のななが長久手市とかですね。はい 日清市とかもそうなんですけどもあのパッケージとしてこう、うん、若者の子育て世代があー住みやすいこう、うん、住宅環境であるとか、うん、住居の供給であるとか、うん、子育て支援みたいなのが、うん、全部パッケージしてる地域に、うん、まあ周辺地域からみんな集まるので、うん、その地域だけよくて周りがみんな、うん。<laughs> ひどいことになってるっていうふうなパイの取り合いにはなっちゃってるので明石氏はすごくいいですけどもその周りの氏が割り食ってるんですよという視点はそれも国全体でできないんですかね。国全体で言いますとやっぱり若い人が毎年のように減っていくっていうふうな状況になってますので難しいのかなというふうに思います未婚率もずっと上昇し続けてますので。 地方ではできているところがあると、うんはい、そういうことがでもですよ。さっきの話に戻りますけども、はい、まあ非正規だと給料がいくらいくらっていうふうに出ますよね。うん、まああのパートも含めて200万から300万前後でそれね、うんはい、でも今一人で暮らしてアパートの家賃払って光熱費払ってこれであの 食事にも金感がかかる、はい、で物価の上昇に賃金が追いついてないっていうのをこの番組の頭で,で、ね、紹介したんですけど、はい、そんな中でそういう非正規40%の人たちは、はい、うまくやっていけるんですか、まあうまくやっていけるっていうふうなところが難しいところでまあヨーロッパとかですと、うん、こう貧困だからこそこう まあまあ、友人同士で一緒に住んだりシェアハウスしたりとかですねそういった住みあのライフスタイルの在り方ってなるのかなというう思いますけどどうしても日本は割とそこがこう親との同居に行ったりとかですね割とこう親がまだ世話してくれるというところで、まあ、ちょっとセーフティになっている部分はありますけども、まあ、もちろん孤立しちゃう人たちもいてそういう人たちはまあ大変じゃないかというふうに思います。はい でもその,その日本の根本的に目指しているライフスタイルと若い人たちが、まあ、フランス中の話を聞くと<っ>まあ結婚するしない関係ないよと、ね、子供産んでくださいと、はい、出生率が上,上がって、はい、あとは国がちゃんとそういういろんな保障は、うん 国の方がやりますよみたいなことじゃないですかこの国は日本はそうはなってませんよね。これはですね日本だけじゃなくて韓国中国もそうなんですがやはり東アジアはやっぱり儒教の影響強いですからやっぱり結婚してからっていうふうなことでしかもその結婚のハードルが高いわけですよね。ですのでどの国も出生率すごく低いですし韓国も一切りましたから非常にこう。 強固な家族主義みたいなところであったり、そういったところがですね、伝統的にこういうもんだというふうなライフスタイル、ライフコースの中に少し組み込まれすぎちゃってるっていうふうなところがありまして、僕も見ててこのなんか伝統とか文化との力が強すぎて、そこになんか縛られてる、新しく抜け出せない感じがするんですけど。そうですね、そういった点はあると思います。やっぱりこう生活が苦しいからこそ、こう二人二人でというかま いろんな人でで集まってすね一緒に住むとか生活費をこう少し浮かしていくとかですねそういったライフかまあ同棲とかそういったものそうですけどもそうした新たなライフスタイルをみんなで構築していくっていうふうな方向で行動を起こすことによって変えていく必要がありその変えていった行動っていうのは多分一世代ぐらいしないとですね30年とか40年しないと変わっていかないんですよちょっと難しい今のののそ時代流れん 大竹さんの時代ってさもうその二十歳くらいの時によく分かんないんだけど明日日今よりいいいだろうみたたななのがあっでしょすませんんかそういう空気感みたいなのもすごく大事で悪くなっちゃうとどんどん加速悪い方にいやだけどねちょっと全体の話見て思うけどやっぱりみんな頭いいんだよ今それれあるかもしない頭いいから計算ができちゃうのね で、俺たちの頃は頭悪かったのね。うん、計算できないけど、ま何、あ、でもそこに仕事は何でも転がってたと<え>うんだからね。地下のここに来る芸人の人たちいるじゃない、うん、で、あいつら食えてない人を。うん いる,いるんだよ、うん、で,でも子供いたりするんだよ食えてなくても、うんまあ、失礼な言い方だけどあいつら俺と同じ昔のバカとお、うん、同じで脳天気やん。で脳天気だと脳天気の人たちってあんまり計算しないから、うん、それだとあ「できちゃったね」なんとかそしたらしようって話になるけど、はいはい、頭よくずっと考えていくと「ないこれで子供んで大学で2,000万」とかって <laughs> 言ってたらもう絶対ここはもう 万歳するしか手がないなとそうですねまあそれを言い訳にして出会いがないとかいろんなことを言って自己防御するしか手がないんじゃないかって頭が良すぎて思ってるそういうのはあると思います良いアイディア湧いちゃった、うんはい、先生、はい、誰かさその 医学的な先生と組んで、ええ、私にを二十歳の体に戻してくれたら <laughs> そういうふうな人いっぱいいるような気がするそういう話は、うん、あの、うん、割と割と本当によく聞きますお前なんて自分の若返りに <laughs> アンチアンチエイジ,ジングと言って両方一緒にやろうとしてるって話じゃない、ねはい、えっとまあ最後にあとちょっとだけねこれ 日本の置かれている状況ね厳しいなと思って、はい、まあそれは若い人たちも分かってるとでフランスなんかがやっぱし頑張ってるなって、はい、そういうふうに支援しているなと、はい、で最後の質問ですけど少子化になっていく問題点少子化になりますよね、はい、そうするといろんな社会問題が出てくるじゃないですか、はい、で少子化でもいいじゃないかって意見があるじゃないですかあります、はいはい、この辺はどうですか。はい そうです、ね、あの少子化は、まあ、人口問題全般ですけど、うん、マクロなな現象なんですよね、うん、こう全体的な現象なので、うん、あの個人のまああの紅葉と、うん、マクロで見た紅用っていうのがバッティングする場合が多いので。うん なかなか難しい問題ですマクロで見たらやっぱり人口問題っていうのは問題である制度設計であるとか制度の持続性とか人口のえ社会の持続性難しいんですけど個人からすると合理的な行動している可能性が高くてなるほどそこがですねバッティングしてしまうので多分個人に響かない部分があるのかなって思いますなるほどそういうことかそうなんだそうだよみんな自分でマクロで考えてると全体的にね老人増えて子供がたんだって楽しい問題だってなりますマクロで考えなきゃマクロで考えないわ自分の人生 偉そうだよな。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。大竹メインディッシュ本日のゲストは鎌田健一さんでした。ありがとうございました。